みんまとお会いし、みんまと会えたらやってこ、どうも、くさじんです。今日もくさじんちゃんのやつのとこで、現在で朝の4時よ。さっきまで、ああ、さっきまでアルゼンチン対フランス見てたの、見たみんな、やべえ、やばかったよな。メッシ、エンバペ、メッシ、エンバペ、メッシ、くさじんチャンネル。戦争起きるぞ、みんな、スネークっちゃ戦争起きるぞ、みんまとでスネークは。そうだろうが、よし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 。来たぞ、あとこいつは、ああ、チャットは俺キッズがいんな。ちょっと待って、草屋パパいい匂いだった。ちょ、こいつさ、みんな覚えてる？草屋パパケツ臭いって名前のやつでさ、俺がさ、この動画でさ、もし俺がバトコで勝ったら、草屋パパいい匂いにしろって言ったら、多分俺の動画見てたんだろうな。マジで草屋パパいい匂いにしたぞ、あのキノピオ。でもなんか、煽りキッズなの変わってねえな、お前な。この動画見てんだろうな。協力、いいやつだ、協力、まかったから協力すら。ちょ、協力すんなよな。協力すんなよな。お前、マジでな。絶対ルさん、こいつだけは絶対ルさん、みんな見てろ。俺が絶対ルさん、こいつだけは絶対ルさんぞ。完全超悪よ、この世界はな。あーもうくっそ煽ってんな、あいつ。全然、うわー、ちょっと待って、もう一回だけチャンスくれ。頼む、あいつ死んでる？死んでるよ、多分。オッケー、絶対ルさんぞ。あはははバカだねー。気持ちいいなー、すごく気持ちいいですー。これだからみんまとやめられないんです。明日仕事で朝の4時くでもまだみんまとやり続けるにはこういった理由があるんです。明日というか今日な。もう2、3時間後に、あーバカだれ、もう2時間後にチビアジを起こして仕事に行かなきゃいけねえんだこっちらよ。だけどな、寝ずにやってんだこっちはみんまとよ。いけ、許さん、許さん。あはい、バカだね、気持ち。さあ。なあ。ちょっと待って、ゴール待ちしてくれてんじゃないのか、他の二人。こいつだけは絶対許さんぞ。俺がこいつに勝って終わりにしようぜ。俺がこいつに勝って、俺だけゴールして終わりにしたい。マジで、そうさ。オッケー。マジでそうさ。マジでそう。なあ、くそ、くっそ。これ多分ね、下が正解な気がするんだよな。あ、よし。あいつ死んでる、すぐ急いでゴールする、急いでゴールするさ。みんな、ちょっと早く、俺だけ行ってゴールしようぜ。あいつだけゴールさせないようにしようぜ。早く。これ、ゴールまで行くな。ゴールまで。オッケー、こいつ正解だよな。よし。うわぁ、ちょっとまだ続きそうだな。これでな、うわぁ、ちょっと、意味わかんねえ、こう作んなよ。ん？あ、上から行った方がいいのか、これは。多分、そうだよな。上から行った方がいいんだよな。急がんと。あいつが来る前に急いでゴールしないといけないぞ、みんな。はい。はい、ゴール来い。これどっちだ？ち？余計なことしなくてゴール、謝ってる。今さら遅いでーす。ごめんなさいねー。草人チャンネル。このコース、だいぶ前、1年近く前の動画でやったことある気がするんだよな。最初のスタート時点にこのね、猫とフラワーがある感じ。みんな覚えてるかな？もし覚えたら、もうね、超草人のこと好きってことになるかな。超絶草人リスナーってことで、認定しますので。ほら、そうでしょ？これアイテムと周回しなきゃいけないんだよね。フラワー取ってて上のブロック壊す後に猫ちゃん取って右のブロック壊すみたいな感じだから。最初この、ここに戻ってきて、ここで、アイテム待ちガヤコミキッズしますか？ここでちくわちゃんを、周回してきた、ほら、こういうこと、周回してきた人たちが、このちくわちゃんを壊した後に、ここでアイテム取り行くと。まあでもね、フラワー取っても意味ねえんだけどね、猫ちゃん待ちしなきゃいけないから、結局は猫ちゃんが必要だから、ということで猫ちゃん待ちしたいと思います。オッケー。で、2個目取り行こう。オッケー。いや、でもちょっと待って、このやり方だとさ、キノピオに1位取られて終わりじゃねえか、今思ったんだけど。なんてバカなことをしたんだよ、クサジュ。やばいぞ。ちょ。まずい。バカ。こっから勝とうぜ。いや、キノピオが勝つのが一番いいのか。必死に努力して猫取ってきたんだもんな。こんなズルしてよ。悠々自適に暮らして、勝っちゃったらもうキノピオに申し訳ねえよな。いや、でも、結構差つけられてんな。まずい。どっかで、ボス戦とかあってくんねえかな、最終的に。いけ。これこっちだな。来たんじゃねえか、クサジンだ。ごめんなさいね。おい、ボス戦。ちょ、よし。あはい。勝ちました。クサジンチャンネル。
ル。はい、出ました、リンク運ゲーコース。マジでさ、任天堂さんさ、追加要素にリンク入れたのは罪重いよ。ミンバトにさ、リンク入れるとマジで運ゲーコースになるからさ、ミンバトにだけやめてほしかった、マジで。けけけけ。来た来た来た。いいよ、俺の時代来たぞ。これで終わりとかじゃねえよな。脳筋分散、しかも羽根つきかよ。お前、空気読めや、脳筋、お前。お前、なんで壁にめり込んでんで、おかしいだろうがや。枠内で動けよ。ちょ、待って、やばい。生身の俺まずいよ、生身の俺まずいぞ。ねえ、ちょっとサボテン殺してから扉入ってくれてもよくない？なぜ草地そう嫌なことすんの、いちいち自分が被弾してさ。お前さっきリンクのまま行けた方が良かった。自分はさぞ被弾して草地には行かせませんみたいな。そういうプレイやめようぜ。ちょ、まだもう一回ボス戦これ。お前なんなんマジで。なよ、もう本当に嫌だ。ブロック壊されてるし、生身の力なめんな。もうこれ俺生身で行かせていただきますね。絶対許しません。君たちのこと絶対許、君たちは主にキノピコだけど絶対許さんからな、お前な。アイテムとかねえよな。アイテムとかリンクとかねえよな。待ってて、せめてさ、どっかの扉にリンクがあればと思ったんだけど、ここでとりあえずあいつらがね、コイン最後かけようぜ。あいつらがあの赤コイン取って鍵持ってきた瞬間に、扉が出てきた瞬間に鍵奪ってすぐゴール。それいつもやかける。それ以外生身でも勝てるのか、リンクちゃんに勝てることを俺が証明しようぜ。みんな絶対勝つ。俺のリンク奪われてんだ。俺が黙っちゃねえぞ。オッケー、よし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 。でお前いんだ。来た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 。生身勝つゴール、マジで生身クサージ、天才生身クサージ、天才生身クサージ。ちょっと語呂が悪いです。すんごい語呂悪かった。天才クサージ生身の方が良かったかな。てかしてんのみたいな待ち方やめろ。クサージンチャンネル、なんかすげえわきあいあいどうせ。お前らさ、そんなさクンクンし合ってていいのか。これからバトク始まんだぜ。本気でやり合おうぜ。お前らさ、俺たち敵どうしよう。よしよし、あいつら同じレーン入った。オッケー。一人死んだ。よし。もう、行くよな。オッケー。え？ちょっと待って、キノピコ。え、待って、マジか、みんな優しすぎ？ちょっと、優しすぎんか？わざわざやり直すか、今のとこ。なんちゅう優しさ、間違えて同じレーン入っちゃったから、勝負しません。やり直しましょうってことでしょ？あそこで俺やり直さなかったら男じゃねえよな。やり直したかったけど、やり直したくなかったけど、本当は。でも動画撮ってる手前さ、ここで俺やり直さなかったら、クサヤ人さん性格悪いとか思われんじゃん。こっちの方がまだファン減らさないじゃんね。やべえ、ミスター。すいません。オッケー。うめえな、バカ。いけ。いや、今の、ちゃんとヒップキャンセルしなきゃダメでしょ。やばいぞ、結構差つけられてんぞ。まずいぞ。しかもシュースタックいいんだよな。てかメンバーみんな確かに赤帯クソ強いんだよな。あ、ちょ、何をしてんだクソ。お前なんでこんなにたくさん。まだわかんねえぞ。いやもうだいぶわかんな。なんでこんなにたくさんね。最初やり直さなきゃよかった。シュースタック潰れんだのに。あ、なんで優しさ見せたんだよ。何ファイヤーハックだバカタレが。あ、でも案外、あ、いや結構差ついてっか。いける？いや、いいんじゃね。あ、違うか。いや、これいいんじゃね。違う？俺、あ、違う、みんな先行ってんのか。は？え？何これ。え、さ、無理じゃない？積んでんだけど、どういうこと？みんなちょっと待って、やり直してお願い。みんな、あん時みんな優しさ見せてたじゃん。俺の時もやり直してくれよ。結局ゴールですか。そうですか。君たちは草地には優しさ見せませんか。マリオ、ちょっと待って、勝ってるマリオやり直して押してくれてんじゃん。早く他のやつらも気づけて。やり直せ、やり直せ。よし、オッケー。燃えたり、キノピコ、シュースタックやり直せ。お前にかかってんだよ。ありがとう。そんな愛にやり直しちゃっていいのかな。草野人が勝っちゃいますよ。これなんなん、こう使わない方がよくね。あの印に騙されんだけど。オッケー、やべ、なんで俺ここでしゃがみジャンプくらい入んねんだよ。
おい、ちょっと大丈夫か、鎖で。せっかくやり直してもらったんだぞ。無様なことすんな、お前。なんでさっきからこの下手くそなんだよ。どうした、いつものクサ人、どうした、どこ行った。おい、おい、いやいや、こんなんどうでもいい、こんなんどうでもいい。いけいけ、やばいぞ、やばいぞ。あ、でも、そんなにまだ差ついてないよな。こっから、てか、あいつらさ、一回コース結構知っちゃってるわけでしょ。やばくねえか。俺まだあんまりコース知らないわけでしょ。やばくねえ。そのハンデはまずいぞ。ファイヤー出すな、バカだろ、お前はさっきから。俺、この連打苦手なんだよな、結構壁ズリズリするやつ。ブロック壊しながら。なんか嫌な予感がするぞ。すげえ嫌な予感するんだけど、大丈夫みんな。ねえ、なんでだよー。なんで、何がいけない。もうあかんねえ。みんなごめん、やり直してもらったのにごめん。俺はもうこれでステージのお疲れ様。